今回は石垣島のカビラ湾、竹富島をご紹介。カビラ湾はミシュラングリーンガイドジャポンで最高の三つ星、日本を代表する景色。無料でこの絶景を楽しめます。晴れの日はもちろん、曇りでも初めての人は感動します。市街地から車で35分ほど、バスは片道700円ちょっとなので1日フリーパス1000円がお得。有料駐車場もあります。展望台があるのでここからも景色が楽しめます。スロープもあるので車椅子の方も来られます。グラスボートがたくさんあり、当日でも乗れます。カビラ湾は潮の流れが速いため遊泳危険だそう。遊泳禁止ではないですが、安全を考慮しましょう。途中にベンチ。カビラ湾周辺はお店もあります。マーシーカフェでコーヒーが楽しめたり、沖縄グッズなどお土産が買えたり。塩サーターアンダギーやドリンク。生シェイク。グラスボートのテントもこちらにあります。店によっては駐車場無料。カビラ観音堂、クレープ、ブルーシールアイス、カビラ食堂、カビラ食堂のメニュー。店内はテーブル席、お座敷の席、セルフコーナー。八重山混ぜそば900円。他にもお食事どころ、ガジュマルでできたマンタ、公園茶屋もあります。カビラ観音堂。コロナ期間でレンタカー屋さんの車の数が減ったそう。車には税金などいろいろお金がかかるからだそう。レンタカーは予約を早めに。石垣島鍾乳洞、入場料1200円、小人600円。サンゴ礁から生まれた美しい鍾乳洞が楽しめます。お次は竹富島。石垣島からはフェリーで10分。ピークシーズンだと予約がいっぱいなことも。こちら西桟橋、国の登録有形文化財にも登録されてます。ここは夕日の名所、美しいサンセットが人気です。この日は少し曇りでしたが、それでも綺麗な海。少し晴れた瞬間、海がとにかく綺麗。こちらは海地浜。海地浜は別名星砂の浜と呼ばれるスポット。手に取って探してみてください。ここでプチお土産も販売。ここは遊泳禁止。撮影スポットのブランコ。
思い出にグッズも購入できます。木のトンネルを通ると本土井浜、島の有名所は駐輪場があります。シーズン中はレンタルサンもあります。こちらは遊泳できる人気スポット。シャワー室もあります。ベンチもあるので休憩できます。竹富島にはレンタルサイクルがあるのでそれで十分回れます。チロリン村、スムージーが最高。そばどころたけのこも有名店。和みの塔、竹富島の民家が見えます。ちなみにフェリーは室内がおすすめ。皆さんもぜひ竹富島カビラは